給食食べれた？どこだ？海のお家。そうなんだ。じゃあほら、プラスアートだから荷物ほら上に持ってかなきゃ。ランドセルとあのやつ上に持ってって。いいから早く持ってっちゃいな。実はカメラもあります。映ってたかな、はい、ちょっと心配ですが、そうリミちゃんの部屋にはね、エアコンがついてなかったんだよね。ねえ、ごめん、急いで。じゃあはい、急いで用意してください。だってでもお家に来るんでしょ。お家に来るよ。じゃあ大丈夫じゃない。リミ、やっと着きました。リミちゃんの部屋にも涼しいでしょ、うん、ねえ、やっぱ夏はないとね、やばいよね、ちょっとね、今暑すぎてね。ねえ、ここ一番さ、涼しいでしょ。あ、ベッドの上。あ、涼しい。あ、そこね、ちょうど今ね。リミのフレンドコード書いてる。え、黒板に。あ、この前別のお友達が来た時に教えたやつ。そう、あ、これ裏に入れやすく。はい、やっとね、リミちゃんのねお部屋も涼しくなったので。はい、あ、ちょうどよかったじゃん、今日リミの部屋で遊ぶ。うん、涼しくなったし。あ、いいんじゃない。いつもねちょっと暑すぎてここで遊べなかったからね。嬉しい。よかった。ピンポーン、ピンポーン。何それ。来た。自作自演じゃんそれ。まだ来てないよ、そんなに早く来ないよ、みんな。どうした。嬉しい。嬉しい。喜びのダンス。え、驚いた。本当？驚いた？うん。ドッキリになった？ドッキリだったの？ドッキリだったの。ドッキリだったの。え、ドッキリじゃなかった？うん。ねえ、え、でも驚いたんでしょ？いいドッキリ。いいドッキリだった。あ、そっか。ドッキリって言ったらちょっと嫌な感じのドッキリが多いから。いいドッキリだったってことね。よかったじゃん。え、これ偽物？偽物じゃない、本物です。ちゃんと買ってつけてもらったの。午前中に。え、何万円。もうリミちゃんのお小遣いじゃ到底足りないぐらいです。エアコン高いんだよ。10万円。さすがにそこまではかかってません。この部屋狭いからね、一部屋分だから。まあいいですからね、旦那のことは。いいですか。えだ、なんでよ。次はバイバイ。はい、準備しなきゃ。はい、急いで。おいしょ。リミはもうおじさん。